ここはですね、一気に飛ばしていきました。ギアボックスの組み立てですね、この辺のもう全部ちゃんと入れて、でさっき作ったギアデフも入れて、でここのハイトアダプターは説明書通りにしております。で、ここまで全部ショックタワーも取り付けた上で、スリッパーですね、今回もスリッパーちゃんと組み立てております。でこれで組み立てて、最後シャーシにこのギアボックスを取り付けた状態が今こういうことになりました。だいぶすっ飛ばしましたけれどもね、絵的にははい、この中にちゃんとデフギアも入っておりますし、で、ここにスリッパーも入っております。スリッパーのここの締め込み具合で滑り具合を調整するっていう風になってるんですけれどもね、これはもう実際走らせながらということになりますので、まずはスムーズに組み立てられていればいいということで、次のページへ進んでいきます。さあ続いてのページということになりますが、バッテリーホルダーをつけるためのうんぬんと、まあここね、モーターのガードですよね、ファンは後でまた取り付けます。でここですね、バッテリーのガード、この辺もまあ説明書に従って取り付けていけば特に難しいことはないかなというところです。難しかったのはその次のステアリングブロックの組み立てということになって、これなんですけれども、今回大きな目玉の一つというのが、ここのナックルの向きを表裏入れ替えることで、トレッド幅というかトレッドが変えられるという、ナロートレッド、ワイドトレッド、まあ、微妙なミリ単位の話なんですけれども、要はまあタイヤ幅も含めた幅がですね、レギュレーションで引っかかるという現象が、まあ、過去起こったということもあったようで、それに対応するのも目的なのかなと。でもちろんセッティングポイントでもあると思いますので、これを表裏入れ替えることで調整できるがゆえにですよ、いろんな組み合わせが出てくるんですよね。ここってSIM の入れる位置でこの高さが変えられるとか、このキャスターインサートを入れ替えることでキャスター角変えることができるとか、もともと調整箇所がいくつもあるこのフロントのナックルの部分、これがだからまあセッティングの大きな肝になる部分なんですが、それゆえにですね、間違える可能性もかなり高いので、丁寧に説明書書いてあるんで、ここが 4.5 とか 5.0 とかこれ見えてます、いろんなちゃんと説明は書いてあるんですよ。こっちがナローで、こっちがワイドとか L で R でと。だから慎重にこれを見ながら組み立てていったら、まあ、間違えることはないはずなんですけど、そこがやっぱり人間のやることですから、間違える可能性は十分あるので、何度も何度もチェックして、この向きがこれで、右が左でとかってこうありますので、確認しながら、はい、まあ実際間違ってたとしてもね、後で気づけば直せばいいわけで、まあ、そんなに深刻に考えることはないんですけれども、まあせっかくなんで組み立てるときに間違いのないように。私のここに来るまでにね、組み立ててる最中にギアデフの中のワシャーを入れ忘れるとか、ここのSIM の確認ができてないとか、いろいろありながら行ったり来たりしながらここまで今たどり着いてますんで、まあ、こういったこのページは特に間違いやすいというふうに感じましたので、気をつけてやっていきましょう。はい、続いてですね、フロントのサスアームを取り付けるというところ、これはもうパパッといけます。で、フロントはね、特にリーマーなくても、もうスルスルっとこう動きますんで、こっちは問題なかったです。はい。このナックルの方がね、ちょっと渋い感じもしないでもないですよね。この辺でこうストンと落ちてくれたら嬉しいんですけど、やっぱりちょっとこう動きがやや渋め。こっちもちょっとやや渋め。わかりますね。これちょっとこう、もうちょっとスルスル動いてほしいなという。で、後ろのハブキャリア、実はここでやってみました。こっちほらスッと行くでしょ。でこっち行かないんですよ。これ止まるんですよね。ほら止まっちゃうでしょ。こっち止まんないんですよね。こうスッと行っちゃうんですよ。この差をこのストレートリーマー、この3mm、こっちは 3.5 なんですけど、こっちは3なんですよ。だから、まあ、フロントもこの後やりますけど、ここ1回やってみました。3mm のストレートリーマー通してみました。そしたら、やっぱり今みたいに、こっちは動くけど、こっち、
せっかく入れといた箱を落としてしまいましたね。もうビスバラバラなんですよね。まだなんかないかもしれない。気をつけてやりましょうね。で、話どこまでやりましたっけ。そうストレートリーマーね。ストレートリーマーの効果が分かったということで、残りの3ミリのところもやっときますと。はい、やっぱりストレートリーマーいりますわ。はい、ターンバックルを組み立てまして、前後のロッドですね。アッパーアーム、ステアリングロッド。これ合計6本、取り付けることができました。で、説明書にそれぞれ寸法が書かれていますので、まあ、組み立てる前、このロッドの長さをこの椅子できっちりと合わせて、組んでおいた方が、後の調整もしやすいんですけれども、まあ、厳密にね、しなくても、取り付けてから、これ取り付けてから寸法を測って、ターンバックルで調整するとか、あとはキャンバー角とこう測るじゃないですか。そこでの角度が大事なので、ここの長さも、まあ、きっちり作っとかないとダメですけどね。あとの調整ということができますので、まあ、あんまり組み立てるときにシビアになりすぎなくてもいいのかなと。ただ、ロッドの方向は揃えておいた方がいいと思います。ターンバックルですから、まあ、同じ方向に回して伸びる縮むっていうのを統一しておいた方が、いちいちね、どっち向きだってなりますので、そこだけは気をつけておいた方がいいと思います。はい、ここまでシャーシ出来上がってきました。さあ、ここからはこのキットの一つの注目ですね。オイルダンパー、ごついです。めちゃめちゃ太い。81バギーをね、組むかのごとく、まあ、組んだことないですけど、見たらごっついなっていう印象があったんですけど、それに近いような。スプリングもめちゃめちゃ太いです。これは迫力ですね。構造そのものは特に変わってないかと思いますので、説明書通り今から組んでいきますけれども、まあ、ポイントとしたら、そのオイル漏れしないようにこうシールグリスを使うとか、あとは組むとこちゃんと間違わずに組むとかいうことですよね。あとはエアレーションダンパーですので、ダイヤフラム式のダンパーとはちょっと組み方が違うという、そこは気をつけないといけないんですが、まあ、むしろエア紙のこととか、まあ、エア紙も一応気にしないといけないんですけども、まあ組んでいきますか。はい、ダンパーはここまで形にしました。4本とも作っております。まあ、オーリングをちゃんと入れるところを忘れないようにということと、ピストンで前後の径が違うっていうこと、これを間違えないようにすること、まあ、あとここね、小さく書いてるんですけど、ネジロック材を使ってここ固定するというか、ネジを締めるとギューってきつく締めるんじゃないよって書いてありますね。で、うっかりしそうなのがここですね。ショックインナースペーサー1ミリというこのスペーサーを入れるんですけど、フロントは外側で、リアは内側、中に入れるんですね。この同じスペーサーですけれども、入れる位置が違うということで間違えないように。あとはこのエンドの部分ですね、これもこっち側が、ショックエンド L ですね、に対してこっちはショックエンド M ということになっています。 L と M、 筋が入っているのが L なんですが、 M もね、実はよく似たやつがこのランナーについてまして、これちょっと1個取れちゃったんですが、 L があって M があって、あと同じようなやつが4つあったんですけど、これが多分 S だと思うんですね。で、 S と M の違いってよく分かんなかったんですけど、この説明書にもこれチョボが書いてあるんですよ、絵にね。で、実際実物見ても M の方は小さいチョボがここにあるんですよ。ところがこっちはどっちを見てもチョボがないんですよね。だからチョボのあるやつが M、 ないやつが S というふうに私は見ました。いかがでしょうか。ちゃんとこの辺組むときにはこのシールグリスたっぷりと塗ってありますんで、動きはスムーズになっておりますけれどもね。まあ、そんなことで前半 OK。 この後後半のオイルを入れていくと、ここがですね、やっぱりエアレーションの特徴ですから、やっていきましょう。ではエアレーションやってみましょうか。これ全部オイル入れてあります。前が500で後ろが400で、たっぷり入れておいて、で全部エア抜きしておきました。で、これをまず伸ばした状態、ちょっと上から分かりにくいですけど、伸ばした状態で蓋を一旦閉めます。で、これここにビス穴が開いてて、ここから空気は抜けるんで、今閉めても何も起こりません。はい、でさらにきつく閉めるために、これジグがついてますんで、キットにこれでダンパーの底の部分に、あれ逆か、合わせて固定した上で
これを上のよいしょところに合わせて締め込んでいきます。できつくなるまでということですが、バキッていくほどはまあやらないでくださいね。これ樹脂なんで、まあきつく締めてこれで OK で、これで OK なんですが、ここで終わらないのがエアレーション。ちょっとあのオイル受けをティッシュでしておいて、伸びてるシャフトを全部ゆっくり上げていきます。上げます。すると、はい、オイルが出てきました。当然シャフトが上がった分、中がね、圧迫されて出てくるわけなんですよ。でこの状態でビス止めしてあげます。だから中は一切空気が入ってない状態っていうことですよね。そーっと上げてオイルが上から溢れ出てきてるっていうことはそういうことなんだ、うん、でちゃんと閉まったですね。あ、これも閉めすぎるとやばい。で溢れたオイルを拭き取ってあげる。これがエアレーションダンパー。ダイヤフラム式のものとはそこが違うわけです。だからおのずと引きダンパーになるんですよね。エアレーションというのはどうしてもね、シャフトが入ってますんで。でこれを引っ張ると伸びる。で伸びきったところから戻してあげると引き込んでいくと。それは中が熱下がりますからね、シャフトが出る分また戻そうとする。でこんだけ残るのが本当は良くないのかもしれません。はい、わかんないですけどね。先に作ったのがこっちで、後から作ったのがこっち。でこういう風に戻してあげて、まあ、だいたい同じ戻り方をしてたらまあいいのかなと思ってます。だいたい今1センチぐらい残ってますけれどもね。はい、いいかなという感じで、今左右の利きが一緒ということになりました。同じように後ろも作っていきます。やることは一緒です。はい、4本のダンパーが出来上がりました。フロントが2本とリアが2本ということになります。まあ説明書通りでもちろんねいいんですけれども、いくつか気になったところがありまして、まずこのフロントショックのここ22ミリっていう幅が指定されてるんですね、このシャフトの長さを。ただ前に組み立てた時点でここにあの1ミリのスペーサーを入れてたんですよね。ところがこの絵を見るとそのスペーサーらしきものが表記されていないので、このエンドのところからこの底の部分までが22なのか、この間に挟まっているであろうスペーサーをどうする、どっちに入れるのかということで、ちょっと横本さんの方に確認を取りましたら、スペーサー込みで22ミリにしてくださいとのことでしたので、そういうことです。ここ絵はないんですけれども、1ミリほどのこのスペーサーを入れて22にするということでやってます。でしかも言うたらシャフトの長さが22ミリになるようにということで、この最後のこのリテーナーを入れるときに、リテーナーとの底の部分とこのエンドの間にスペーサーが来るように入れました。上にこう入るようにって思ったんですけど、ここの距離を22ミリっていうことだったら、ここの隙間のところに入れるべきかなと思って、こっち側に今入ってます。これが合ってるかどうかはちょっと確認してないんで、ツッコミお待ちしております。言ってること分かりますよね？と思うんですよね。はい。で、後ろは特にあの、そういったスペーサーはこの中、シリンダーの中にあるので、特に問題なく、はい、やっております。あとは、スプリングをね、私最初ちょっと間違えて入れちゃったんですけど、ここにドット柄が4つ入ってます。これリアのドット4ですよね。で、フロントは、5つ入ってるんで、フロント用スプリングのドット5という、これがノーマルのスプリング。いろいろ調べたところ、これカーペット用らしいです。だからやっぱりこれも含めてこのキットはカーペット仕様なんだなということで、いよいよ決定的だと思います。まあそんなことで、ダンパーですね、スプリングのドットの向きを上でも下でもいいですけれども、私は基本的にこの印が入っているのを上に持ってきてますんで、上にしてあります。で、今、ここのこれくるくるくダイヤル式になってて、回してこのダンパーのね、長さというかあの車高調整で使うんですけれども、ここにこのオイル、PTFE オイルを垂らして、あのオーリングが入ってるんでオーリング傷まないようにこれを使って滑らかにしております。はい、それでもちょっと動き渋いな、
もう少し足しておいてもいいかもしれませんけれどもね。これまた車高調整するときにおそらく長さ調整すると思いますんで、後でやっていこうかと思います。ということでダンパー製作完了となります。どうですか、ダンパーも4本シャーシに取り付けることができました。太いダンパーですから迫力たっぷり。これでシャーシ組み立て編は完了と言いたいところなんですけれども、なんかこの辺にプラプラしてません？これフロントスタビが宙に浮いたまんまなんですよね。しかもリアスタビ全くつけてない。で、説明書見るとこの後がメカ組み編になってるんで、あ、終わりと思ったんですけど、違うんですよ。もうちょっと向かっていったらスタビライザーの取り付けってその後に来るんですよ。メカ組み終わってからスタビってね、これもなんかあれ残念なんで、先にスタビを取り付けちゃいます。はい、改めましてこれでシャーシ完成ということになりました。前後のスタビライザーもちゃんと説明書通り取り付けてあります。まあ、ポイントとしてはね、ガタがなくスムーズに動くように調整してくださいということで、イモネジでね、この後ろなんかは固定するんですけれども、締めすぎると動かなくなるし、緩めすぎるとガタガタ出るし、そういうことですよね。その辺はうまく頑張って調節してください。ちょっとずつの締め込み緩め加減っていう感じになると思います。はい、これでシャーシの方は出来上がりましたので、次はメカ積み編へと参ります。